はい、こんにちは、草です。今日はねってか今日食べるのは、あの以前ねパーソナル受けていただいたお客様のお母様からあのお土産をいただきまして、でいつもね YouTube 見てくださってる方なんだけど、あの YouTube から僕のね好きな食べ物、好きな好みっていうのをね、あのすごい考えていただいて、それでねお土産をいただきました。どうもありがとうございます。でそのお土産ってのがめちゃくちゃやばい、もうねもうめちゃくちゃ好みだった。こちらじゃーん、フルーツ大福っていうのかな。でここにねあるのがコーヒー、小倉、抹茶、チョコ、マンゴー、ブルーベリー、いちご、メロン、チーズ、黒ごまになってます。全部で2、4、6、8。全部で10個。全部で10個。ありがとうございます。でね、そのお母様から、菜箸までいただいちゃったね。いつもあの、YouTube で料理するときにさ、めちゃくちゃ熱いの、あれ。あの、割り箸みたいなのでこうやってやってるから、めちゃくちゃ熱いんだけど、菜箸をさ自分で買うってまではちょっとね至らなかったもんなんかってことで、まああの菜箸までいただいちゃいました。どうもありがとうございますってことでね、今日は今ちょうどねトレーニングが終わって帰ってきたところなんだけど、トレ後のね食事ってことで、さっきプロテインだけ飲んできたんで、カーボ、今日はこの大福をね食べていこうかなって。おいバースいただきます。お母様本当ありがとうございます。そしたら一番ね、まあ珍しいやつの方がいいよね。めちゃ珍しいやつ、まあマンゴーとかブルーベリーは多分珍しいと思うから、このブルーベリーからいただきます。ブルーベリー、もう色がもう色が紫だもん、色が。これどんな感じなんだろうね。切ってみるか、全部ね。じゃあ、食べていこうと思います。まあ、とりあえずどんな感じかね。中身がやっぱり、うわ、すげえ！え、見て。こんな感じになっております。めちゃめちゃうまそう。いただきます。うん、めっちゃブルーベリー、ブルーベリーで、なんていうのかな、白あんなのかな、この白いの、なんかよくわかんない。え、これうまい。じゃあこちらマンゴー、マンゴーの大福はさすがに初だな。え、すごいよ。こんな感じ。いただきます。うん。なんかね、ブルーベリーもそうだったんだけど、後々ね、あの、来るね。後々、なんていうのかな、マンゴーの味っていうのかな、が、ふわってくる感じ。ブルーベリーの時も、最初はね、クリーム大福っぽい感じなんだけど、後々、やっぱりそのブルーベリーの感じがふわっとくる。めっちゃうまい。全部半分ずつ食べていこうか、じゃあ。これがね、見えにくいかな。これがメロンになります。あ、こっちのタイプのメロンなんだ。こっちのタイプのメロンになってます。いただきます。うん、メロンはねめちゃくちゃ分かりやすいメロン、もうねあからさまなメロンだねあからさまなメロン、あのなんだろうな、果肉が赤い系の
ほんともう、ほんとそのメロンの味が再現されてるって感じ。うまい。え、うまいよ。これチョコ。サイズもサイズだからさ、これだったらペロッといけちゃうよね。チョコはでもさ、まあ、あー、チョコだね。まあチョコはこんな感じで。チョコレート。いただきます。うん、あのね、チョコは八つ橋のさ、チョコレート味食ったことある人ならわかると思うんだけど、本当ね、八つ橋のチョコレートみたいな、チョコレートあんの味、抹茶。抹茶はね、もうあのお茶の感じでしょ、多分お茶が甘いみたいな感じだと思うんだけど、抹茶すごいよ。抹茶めっちゃ濃い。いただきます。うまい。抹茶何かとね、最近抹茶ブームなの。プロテインもそうだしさ、スイーツも最近ちょっと抹茶系食べたいなと思ってて、抹茶のすっごい濃い抹茶の味、めちゃくちゃうまい。しかもね、あの、なんだろう、ちょっとね、粒が残ってるようなイメージだから、ちょっとザラザラしてる食感もあるみたいな。美味しいです。はい、いちご。まあいちごはさ、ほら、いちご大福とかあるぐらいだから、まあうまいでしょう。これね、あの、すっごい冷え冷えなの、これいちごね。まあいちご大福的な感じだと思う。いただきます。うん、あ、いちご、あのね、いちご大福のいちごじゃない、これいちごジャムのいちごだ。いちごジャムの方の、あの、味がする。うまい。これが黒ごま。え、やばい、これさ、普通さ、一回で全部食うやつじゃないよね、これね。でもなんか、こういうのは、あの、こういうさ、なんだろう、一箱とかのお菓子とか、一袋とかのお菓子とかって、俺あの、残して後々食べようみたいな、できる人いるじゃん。なんか、ハイチュウとかもそうだしさ、あとはポッキーとかさ、ポテチとかさ、ちょっと食べて、ね、ちょっと残して次の日食べようとかさ、できる人っていると思うんだけど、俺それできなくて、ジップロックのお菓子とかも開けちゃったらもう全部食っちゃうの。だから、なんだろうね、こういうのも、本当は一回で食うやつじゃないんだろうけどさ、食っちゃうんだよね。わかるかな？これが黒ごまです。真っ黒だね。うん、黒ごまペーストのさ、あのパンに塗る黒ごま、わかる？パンの黒ごまペーストってやつ、パンに塗るやつ、あれの味だ。あれがめっちゃクリーミーになったような感じめっちゃうまいんだけど。チーズ、もうさ、チーズとかはさ、チーズまんじゅうがあるぐらいだからさ、まあうまいよね、間違いなくね。あ、でもね、チーズはなんか別にそんな、なんか特徴的じゃない。こんな感じ、全然特徴的じゃないね。うん、あ、でもめっちゃチーズ、あのさ、和菓子のさ、チーズまんじゅうとかあるじゃん、チーズ、まあチーズまんじゅうか、あれがほんと大福に混ざったような感じ。うん、めちゃくちゃうまい。なし、何やってんのお前。ヘイジェイ、はい、ジェイだよ。なし、多分食べ物の匂いがするから来たんだよね。ね、ねじ、
さっきまでこいつ寝てたのよ、今ベッドで。多分俺が大福食ってさ、ガサガサしてるから起きちゃったんだよな。それで目覚めたんだよな。なんで小グマみたいでしょ、小グマ。なんで小グマさんみたいだよ。ねえ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 。はい、あっち行ってください。そしたら残り2つになります。こちらコーヒー、カフェオレまんじゅうとかってなかったっけ、確かどっかに。なんか聞いたことあるんだけど、カフェオレまんじゅうとかあるぐらいだからね。あー、まあ多分見た目はねカフェオレだね。まあ見た目はカフェオレ。うんうんうん、ちょっとビターなカフェオレにあんこを入れたような感じ。うまいよ、普通にうまいわ。あ、でこれが、これは一番最後、普通のやつ、小倉普通のやつの。あー、全部ね、この白あん、白あんっていうか全部クリーム大福なんだね。こんな感じ。ちょっとね、あのナイフがボロいからさ、切れ味が悪いんだけど、全部クリーム大福っぽいね。うん、もう普通のさ、シンプルなそのものの味自体がもううまいんだね。これはもうね、粒あんだったね。粒あん、上品な甘さだね。なんていうの、まあ、別にコンビニをさ悪く言うわけじゃないんだけど、コンビニとかのさ大福ってのはこう甘さがさ、砂糖の感じが強いの分かる、なんか砂糖が強いみたいな、じゃなくて本当に上品な上品なって俺分かってんのかよって感じなんだけど、砂糖が強すぎないっていうのかな。うん、めちゃくちゃ美味しいです。あ、でなんか質問があって、これもね前に話した内容と同じなんだけど、減量中で携帯機になりましたと。でチートデイとかハイカーボデイを作ってもなかなか抜け出せません。1ヶ月ぐらい、まあ、停滞してるんだけど、どうすれば抜け出せますかっていう質問なんだけど、まあ、停滞期中も筋肥大とか筋力アップって可能ですかっていうことなんだけど、まあ、筋肥大とか筋力アップっていうことについてはさ、明確な数字って出せるわけじゃないじゃん。だから俺の感覚というか、感覚っていうのは、部位別でトレーニングやってたとしたら、一個代表的な種目を決めちゃって、でその10レップとかさ、20レップとか、まあ人それぞれ組み方はあると思うんだけど、メインのセットで普段やってる重量回数よりも上回れば筋力がアップしてるから、イコール筋量アップしたって考えてもいいと思うんだよね。だから普段ベンチプレスを100キロ8発やってました、で減量中で100キロ10回できたから、またちょっと重量を増やして、105キロをね8発できましたとか、そしたらね、使用重量が上がってるってことは筋力がアップしてるってことだから、筋肥大してるって考えていいと思うし、そういう風にプラスに考えちゃってもいいかもしれない。減量中でも停滞期中でも筋量アップはすると思う、俺はね。停滞期を抜け出す方法としては、多分その同じ食事を続けてて1週間2週間体重がもし変わらないのであれば、その内容の食事、毎回カロリー大体同じと思うんだけど、そのカロリーでちゃんと賄いきれてるってことなのよ。だからそれよりも、例えばまあ200とか300キロカロリー減らした状態でまた1週間同じようにやってみたらどうなるかっていうデータがあった方がいいね。だから闇雲にハイカーボとか闇雲にチートデイとかってやっても別にいいんだけど、余裕があれば、まあそうやってやるよりかは、例えば1週間のデータを取っときます、例えば食事の内容ほぼほぼ同じで1日2000カロリーで1週間過ごしました、でも体重が全然動きませんと。そしたら次の週は例えば
炭水化物から200カロリーぐらいを減らした状態で1800キロカロリーで1週間過ごしました。そしたら、体重が300グラム落ちましたとか、そしたらまたね同じように1800キロカロリーで次の週もやってみて、でもし体重が変わらないんだったらまたカロリーを減らしてっていう風にやっていけばいいと思うし、ただカロリーをね闇雲に減らしすぎちゃうと体が飢餓状態って言って、なんだろう、省エネ状態になるのよ。そうなるとなるべくエネルギーを使わないように体がするから、なんだろう、脂肪も燃えにくいし体重も落ちにくくなるから、しっかりとしたカロリーを取りながら運動量を上げるっていう方法もあるよね。例えば、まあ、トレーニング前にヒートを入れてみるとか、トレーニング後に有酸素を入れてみるとか、出勤時に一駅分歩いてみるとか、まあ20分ぐらいの距離だったら歩くとか、まあそうやって普段の運動量をねちょっと増やしてあげるだけでも体っていうのは大きく変わると思うし、うん、まあ体重だってねそれで減るかもしれないし、一生体重が減らない人っていうのはね、カロリーを全然取らなくても一生もう体重が全然変わりませんって、もう全然痩せません、食べてないのに痩せませんって結構みんな言うんだけど、もうその人死なないから、死なないってことだから、もうなんていうのかな、餓死しないってことだからね。そういうのありえないじゃん、絶対。絶対食べなかったら痩せていくわけだし、ガリガリになるわけだし、まあそれがさ美しいとか美っていうところに結びつけるのは変だけど、痩せないことはないんだよね、やり方次第で。だからそれをいかにこう健康に痩せていくか、健康的な体に持っていくかってのが大事だから、うん、まあそうやってカロリーを調整するのもありだと思うし、もしくはまあどうしても痩せないんだったら一回カロリー炭水化物をブワンって取ってあげる、ハイカーボデーをバンって設けてあげる、でその次の日からは今までのカロリーに戻して体重の変化を見てみるっていう方法か、もしくは炭水化物をその1日ね、ハイカーボの逆バージョンか、炭水化物をゼロにしてあげて、その次からまた今までの食事に戻してあげる、まあそのどっちかだよねって思う。その食事に揺さぶりをつけてあげるっていう意味でっていう方法でちょっと試してみて、うん、やってみるといいかなって思います。まあその人の食事だったりとかさ、普段のトレーニングだったりとかコンディションってのを見てないから何とも言えないんだけど、まあダイエットで体重がもし落ちにくいんだったらしっかり数字でねデータを1週間単位でデータをしっかり取ってあげてやっていくのか、もしくは食事の内容、炭水化物の内容で揺さぶりをつけてあげる、食事に揺さぶりをつけてあげるっていう方法が一番いいかなって思います。まあちょっと長くなっちゃったんだけどね、まあこんな感じです。まあとりあえずこの大福めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。いや本気で美味しかった。これはこれはっていつもうまいんだけど、いや本当にねなんだろうな、すごい嬉しかったね、うん、今すっごい空腹で帰ってきたから、トレーニング終わって歩いて帰ってきてすごい空腹だったから、一番最初に食べたブルーベリーがめちゃくちゃ印象的、もうめっちゃうまかった。あれブルーベリー美味しかったです。本当にありがとうございました。またねなんかいろいろ質問等あればコメント欄によろしくお願いいたします。って感じで今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。